シェルサーバーで実行されている RCIRC クライアントシェルアカウントは伝統的にはユニックスオペレーティングシステムで実行されるリモートサーバー上のユーザーアカウントである。アカウントを持っていればテルネットや SSH などのコマンドラインインターフェースのプロトコルを介してリモートシェルにアクセスすることができるようになる。シェルアカウントがアクセス可能になったのは 一般の興味のあるユーザーに対して、インターネットサービスプロバイダー、パニックス、ザワールドおよびダイジェクスなどが提供したのが最初である。まれに、個人が、雇用種、または大学を通じて、シェルアカウントにアクセスできる場合もあった。それらは、ファイルストレージ、ウェブスペース、電子メールアカウント、ニュースグループアクセス、およびソフトウェア開発に利用された。シェルプロバイダーは、 シェルアカウントを低コストまたは無料で提供することがよくある。こうしたシェルアカウントは通常、コンパイラ IRC クライアント、バックグラウンドプロセス、FTP、テキストエディターおよび電子メールクライアントを含む様々なソフトウェアおよびサービスへのアクセスをユーザーに提供している。一部のシェルプロバイダーは企業ファイアウォールをバイパスするために トラフィックのトンネルリングを許可している場合もある。ありがとうございます。